ちょっとねお手伝いしながら奥日光までたどり着きましたけどね、やっと来ましたけれど、まあ、こうやって見てくるとこの関東平野っていうの、はい、随分奥が深いなという感じがねしますよね。そうなんですよね、関東ってすごく身近に感じてますけど、知らないところがたくさんあって、こんあね、まあいかにも今も秋のね、はい、本当にまあこの季節感あふれるものですし、それから紅葉も綺麗だったけれども、よくよくこう見ていると、あの景色は確かに美しいけれども、そこで暮らしている人たちの生活、例えばこれこちらボンゲタ、うん、これもね代々伝わってきているものです、ね、そう、周りのねあの山から採れた木をうまく地元の産業にしてしまう、はい、それからあの農村というとすぐ水田を思い浮かべますけども、あの杉でもってちゃんと蒸し色を作るなんていうのも、やはりあの地方のねならではのまあ生活っていう感じですね。あのロマンチック街道って本当ロマンチックですけど、うん、もっと厳しくて素朴で素敵な生活そうね、見えましたよね。まだもみじ間に合いますか、はい、一度見てみてはいかがでしょうか。私の持ちたいあんなお店こんな店、あなたにもできる開店資金200万円からプロの戦略裏技まで教えます。来週は本日開店の役立つ情報と夫婦商売の秘訣を伝授。